どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第190回。俺的映画速報では、今週の映画、興行収入、動員数ランキングを見ながら、エンタメのトレンドについて語っていくコーナーとなっております。ということで、11月5日、6日の映画、興行収入ランキング、動員数ランキングですね。興行通信社より発表されました。今週はね、こんな感じになっております。ということで、はい。ずーっと見ていくとですね、いつも新作が一つ、新作一つありましたね。そして、県外からね、浮上した作品が一個あります。はい、一つ一つね、見ていきましょうかということで、まずは第一位。はい、もうこちらはね、もうおなじみ、ワンピースフィルムレッドということで、こちらはですね、先週ね、1位に返り咲いたばかりなんですが、土日2日間で動員9万人、興収1億2300万円を上げ、2週連続の首位を飾りました。累計成績は動員1301万人、興収180億円を突破したということで、すごいですね。はい。そんなわけで、まあ地道にね、記録を伸ばしているわけなんですけども、入場者特典とかね、ついてきますから、なんか入場者特典をつけることをチートだって言ったら、めちゃくちゃ怒る人がいて、めんどくさいんで、チートっていうのはやめときますけど、まあチートですね。こちらですね、まだね、やっぱりね、今ね、180億円超えたあたりで、やっぱこのね、8位の壁が厚いんですよね。まだこの段階でも16億円の開きがありますから、はい、ハウルを超えるためにはね、あと17億円ぐらい必要なわけで、16億円必要なんですけども、ちょっとね、なかなか厳しいですね。どうなんでしょうね。あと16億円か。今週が土日2日間で1億2300万円で、まあ1週間累計だと2億円とか 3億はいかないのかな、どうなんだろう。まあ仮に3億円だったとしてもね、今週の売上げが。16億円っていうと、3515でやっぱり5週分かかりますから、まあ、なんとかね、200億円の大台は乗せたいところじゃないですか。まあ、東映にとってはもうね、100年に一度ぐらいのお祭りみたいなもんですからね、こんなこともう、次いつ起こるかわかんない。ねえ。どうなんでしょう。スラムダンクってあれ東映ですかね。いや、スラムダンクとか大丈夫かって話なんですか。200億いくのかな。また入場者特典とか、まあ、あと、ディレクターズカットとか、白黒版とか、やっていけばね、もうちょっと、上乗せできそうですけどね。で、今、10月、11月ですから、冬休み年末までやるんですかね、こちらは。今年いっぱいまでは、公開するのかな。なんとかね、200億円の大台には乗せたいところですよね。はい。そんなわけで2位がですね、こちら、ほんと強いですね。体探し。はい。案外強いですね。まだ2位を、居座ってますよ、2位にね。まあ、こちらね、僕の動画でもレビュー動画上げてますので、ぜひチェックしてください。ということで、第3位はですね、こちら。ソードアートオンラインプログレッシブ暗き夕闇のスケレッソってことでね。はい。前週の4位からワンランクアップしました。すごいですね。公開規模が210巻ですからね。4位から上がってきました。やっぱ日本はね、アニメ強いですね。上位がアニメを占めてます。そして、第5位ですかね。4位か。4位ですね。リバイバル上映中の名探偵コナン、ハロウィンの花嫁が続いております。ということで、4月公開からの累計成績では、動員695万人、興収96億8200万円ということで、さあ、こちらとしてもね、いよいよ100億円の大台が見えてきましたよね。まあ、リバイバルっていうのもちょっとチートっぽい気はしますけども、まあ、なんとかね、まあ、そんなことは気にせず、100億円の大台目指していただきたいというか、まあ、そろそろね、名探偵コナンにも100億円の勲章をあげたいですよね。
ファンの皆さん頑張ってね、盛り上げていってくださいということで、そしてここに来てね、やっと、新作が登場ですということで、7位に新作のジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツがオーシャンズシリーズに続いて、元夫婦役を演じたチケット・トゥ・パラダイスがランクインしました。はい、こちらもね、まあ、結構ね年配層の方が、まあ、あんまり若い人が見に行く映画ではないと思うんですけど、一応県内にはね入ってきましたよね。公開規模は145だからそんなに公開規模は高くないけど、まあとりあえずあんまりライバルがいなかったっていうのもありますね今回はね。対策らしい対策っていうのが、今週は、公開されなかったので、まあ、順当にねこういったまあいわゆる大物役者が出ている作品が、ランクインしたってことですかね。それ以上に驚いたのがね、この呪い返し潮子誕生がねまだこんなところに居座ってますよ。幸福の科学の信者の皆さんお強いですね。そして、貞子も、まあ、なんとか5位をね守っているということで、まあでもね351巻でね、2週目にしてまだ結局なんとか5位を死守するっていうのはちょっともうこけた感半端ないですけどね、どうなんでしょうか。はい、というわけで、今回ですね、人によっては結構嬉しいんじゃないでしょうか。9位に、はい、来ました。RRR がね、入ってきましたよ。これはちょっとね、想定外でしたよ。公開3週目にして、SS、ラージャマウリ監督のアクションエンターテインメント、RRR が、179分という長尺ながら9位に初ランクインしましたということで、はい、こちらは僕の動画でもね、熱くレビューしていますので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいんですが、皆さん知ってますこの RRR？ これね、見てない方はですね、まあ、実際これインドの映画なんですけど179分なんですよ。で、現地の方ではねインターバルが入るんですが、日本の映画館せっかちなんで、インターバルはなくですね、約3時間ぶっ通しで上映されるんですけど、この映画ね3時間長いんですが全く退屈しません。これね、もしかしたらですね、今年の2022年見た映画ベストワンに押す人結構いるんじゃないかなと思いますね。僕もねこの作品今年もしかしたら 1,2 争うんじゃないかなっていう感じのとこに今いるんですよ。もうこれはね、まあ本当に傑作です。すごいすごいです。まあ、何がすごいかってエネルギーというか、まあとにかくすごかったです。この映画めちゃくちゃ面白いし、でこの3時間すべてがね、もう3時間がですよ、すべて見せ場なんですよ。信じられないでしょ、3時間ものの映画がすべて見せ場なんてありえないじゃないですか。もうそのぐらいすごいんですよ。でね、これおそらく口コミで、広がったんだと思いますよ。だからねこんな3週目にして、ランキング圏内に入ってきたと。これはね個人的にはめちゃくちゃ嬉しいし、多分 RRR を見た人たちもこのランキングにはね、ランクインには納得っていうか嬉しいっていう人多いんじゃないですかね。結構応援してる方が多いと思うんですよ。でこれね口コミでここまで来てるんで、さらにね、爆発して公開規模もっと増やしてですね、いろんな映画館で、まあ、取り扱うようになると思うんですけど、これはねちょっとヒットしてほしいなと思いますね。めちゃくちゃ面白い映画なので、皆さんぜひ僕の動画をチェックしてからね、この映画映画館見に行ってみてください。3時間長いですけどね、大丈夫です、絶対退屈しないんで大丈夫です。この映画めちゃくちゃ面白いですからね、超おすすめ映画となっております。はい、そんなわけでね、今週はまあ、耳を澄ませばも入っていて、このね歌のプリンス様強いですね、お強いですね。10位からねまた2ランク上がってますから、まあ、結局アニメが 1,2,3,4 本ですもんね。そのうち上位をアニメがほぼ占めてますから、まあその中でね体探しが1人機嫌を上げているというかね、体探しもね
まあ悪くはなかったですけどね。まあ気になる方はね、ぜひ僕の動画をチェックしてください。ホラー映画ですね。まあ今週はね、新作がチケットトゥーパラダイスだけということで、まあ、チケットトゥーパラダイスはね、見ようかなと思ったけど、結局見ずに終わってしまいそうです。はい。あとね、これからまた僕も今週見た映画いくつかね、レビューしていきますので、ぜひそちらをね、皆さんチェックしてくださいということで。はい。ではね、毎週恒例となってきました、全米映画ランキングもね、見ていきたいわけですけど、はい、全米映画ランキング。11月第1週の北米映画市場は、またもや低迷し、累計興行収入は9月中旬以来の低水準となりました。コロナの影響とか関係あるのかな？まあ、時期的な問題ですかね。まあ、たまたま対策がなかったってことかな。まあ、そんな中で、ワーナーブラザーズの DC 映画、ブラックアダムは3週連続で首位を獲得ということで、週末3日間で公衆1850万ドルを売り上げ、先週末からの下落率はわずか 32% にとどまったそうです。でもね、この映画ね、制作費が2億ドルか。まあ、累計公衆は今のところ1億3700万ドルを記録していて、DC ユニバースの第一弾となる本作は累計興収1億4000万ドルを上げたシャザムに迫っていますと。なるほどね。さあ、ブラックアダム、まあ日本でもね12月かな、公開予定となっておりますけども、まあ一応ね、見に行こうかなとは一応予定しております。そしてね、第2位来ましたね、ワンピースフィルムレッド。日本で22年に公開された作品の興収第1位となり、大ヒットを続けているワンピースフィルムレッドが初登場し、今週全米トップ10入りという、ね、唯一の新作となりました。まあ、今回ね、新作はこれだけなんですね。いやー、素晴らしいですね。同作はソニーのアニメ専門ストリーミングサービスが配給した劇場公開映画としては、3月に公開された劇場版呪術廻戦ゼロ、8月に公開されたドラゴンボールスーパーに続く3作目ということでね。まあ日本のアニメ映画も全米でね、トップ10入りするような状況が今続いているわけでね。まあそれだけ日本の映画はね、やっぱりこう世界レベルなんだなということで、まあ、ここまでね、アニメが強いのに、どうして実写がダメなんだろうって、ちょっとね、思ってしまうわけなんですけども、全米でもね、素晴らしい記録を持っているということで、このワンピースってね、日本人受けするのはわかるけど、これ、外国人受けするもんなんですかね、画風とか、特にこの作風というか、絵の感じ、アメリカ人にも受け入れられる画風なんですかね、あと内容、あと音楽、どうなんですかね。あとね、こちら7位ですね。13位から急に急上昇ですね。サーチライトピクチャーズのマーティン・マクドナー監督作イニシェリン島の精霊は、公開3週目の週末に上映感が拡大され7位に急浮上しました。コリン・ファレルとブレンダン・グリーソンが共演し、本土が内戦に揺れる1923年のアイルランド、友情を崩壊させていくパブ仲間を演じているということで、へえ、これ面白そうですね。日本公開決まってるのかな？来年の1月にね、もうすでに日本公開が決まっているということで、1923年、アイルランドの小さな孤島、イニシェリン島、住民全員が顔見知りのこの島で暮らす、パードリックは、長年の友人マルコムから絶縁を言い渡されてしまう。理由もわからないまま、妹や風変わりな隣人の力を借りて、事態を解決しようとするけど、マルムはかたくなに彼を拒絶。ついにこれ以上関わろうとするなら自分の指を切り落とすと宣言するって、なんかこじらせてますね。何かあったのかな。まあアイルランドもね、何かとこじらせた国ですからね。まあいろいろね、アイルランドっつったら、まあ今独立していますけどね、まあイギリスとの確執もいろいろあるでしょうし、
まあ人種問題もね、争いの中でいろんな争いが起きてきた国ですから、1923年というと第一次世界大戦が終わったあたりかな、ちょっとよくわからないんですけど、第二次世界大戦はまだ始まってないですよね。まあね、アイルランドって言われてもね、どうもピンときませんよね。まあただパブのね、パブがすごく多いなというのは、なんとなくわかりますけどね。はい、これもちょっと楽しみですね。来年1月、見たいなと思いますよ。そしてあとはね、はい、こちら、テリファー2ですね。公開から2ヶ月目に突入してもなお人気を博しており、10位にランクインしております。週末3日間の興収は122万ドルを記録と、累計興収は980万ドルを超え、はい、これ制作費がね25万ドルなんですよ。もう現時点で制作費の40倍近くを稼ぎ出したということでね、これはまあテリファー3もできるでしょうね。テリファーのね1作目は僕の動画でも、レビューしていますので、ぜひ、チェックしてみてください。まあ超グロ映画です。はい、苦手な方はとてもじゃないけど、ホラー映画苦手な方はねとてもじゃないけど見られる映画ではありません。そしてね、ハロウィンズエンドも残ってますね。ハロウィンズエンド、こちらは、いわゆるマイケルですね。23年の来年の4月に日本でも公開予定ということで、はい、デッドバイデイライトのキラーでもあるね、マイケルマイヤーズお兄ちゃんですね、シェイプです。はい、まあ、3部作ということで今回が完結編ってことになるのかな。1作目も2作目も僕の動画でレビューはしているんですけど、まあ、正直あんまり面白いとは思いませんけどね、この映画。はい、というわけで全米ランキングはこんな感じになりました。スマイルもねまだしぶとく残ってますけど、さあスマイルがね日本公開されるのはいつなんでしょうかね。まだ全然今のところまだアナウンスはされていないですね。ぜひこちらもね楽しみに待ちたいなと思います。まあ劇場公開されるよりも、例えばネットフリックスとか、アマプラでね配信っていうこともあるかもしれないですね。はい、そんなわけで、今週はですね1位がまた結局ワンピースだったんですけど、まあそろそろねワンピースもまあ息切れ感があるわけなんですけど、さあ今週はね上位を脅かすような作品があるんでしょうかってことなんですけど、今週はあります。すごいのが来ます。というわけで、来週はですねワンピースフィルムレッドはどんなに頑張っても絶対に首位は取れません。はい、絶対に首位にはなりません。それはもうね確約です。はい、決まっております。さあ見てみましょう。はい、今週ですね、はい、11月11日はねまあちょっとねいろんな映画やるわけですよ。見たい映画いっぱいあります。まずはですね皆さん注目しているのはもう来週ね1位首位確実と言われているのがこちら、はい、スズメの戸締まりですね。もうこれはもう鉄板です。新海誠監督の最新作ということで、まあ長らくね皆さん待ち続けていた、まあこのね、このシーズンのブロックバスターと言っても過言ではない、公開規模もすごく大きいですし、あとねスクリーンの数もめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、それこそね鬼滅の刃並み、鬼滅の刃とか、呪術廻戦とかワンピース並みのね、山手線かと思うような、公開規模となっております。はい、先日ねスラムダンクもちょっとアナウンスされてね大炎上してしまいましたけど、まああちらとは違ってもこちらはね超期待作 で試写会ももう行われていてね、見た方たちの、評価もね上々なんですよね。見てください、フィルマークスの評価もこの時点で 4.2 ありますからね。はい、でも 1.1 つけてる人いますけど、特別ネタバレするようなこともない以上お返ししますと。まあでもアンチも結構いますね。さあ一応ですねこれ僕も、まあ、映画レビューやってる身なので、まあ11月11日公開初日に、もう見に行ってこようかなと思います。で公開初日にレビュー動画も上げようかなと思っております。はい、ぜひ楽しみにしていてください。
どうなんだろうね、まあ、楽しみ。まあね、新海誠のクオリティですから外さないと思いますけどね、うん。まあ、ちなみに僕新海誠って、前作のね天気の子しか見てないんですよ。君の名はあれ見てないんだよね。いつか見たいなと思ってるんですけど、まあ君の名はより先にねこのすずめの戸締まりを見ることになると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しみですね。なんか予告編もねなんか面白そうですからね、結構エンタメ性が高そうというか、はい、どんな作品になるんでしょうか、めちゃくちゃ楽しみです。はい、というわけで他はどうですかね。あ、これも見ますね。はい、Don't Worry Darling ということで、フローレンス・ピューが出てくる映画なんですけど、まあこれもちょっとね、うん、ただフィルマークス評価あんまり言うほどではない、かもなく不可もなしといったところですかね。ミッドサマーみたいな映画なのかな、なんかちょっとサスペンス映画で、まあフローレンス・ピューといえばねミッドサマーの、主演ですからね、主演女優ですから、さあどんな映画になるのか、まあこれもね、まあ、もしかしたら公開初日に見に行こうかなと思っております。そしてあと気になる映画はね、はい、こちらですね。はい、こちらもブロックバスターですよ。はい、ブラックパンサーですね。なんでねこれほどのね、まあこれはマーベルですね、マーベル、ユニバースブラックパンサーの続編なんですけど、まあブラックパンサーのね主演の俳優さんがんで、大腸がんで亡くなってしまいましたからね、チャドウィック、なんつったっけ、名前忘れちゃったけどね、はい、まあ僕もねこれ一作目はディズニープラスで見たんですけど、ブラックパンサーはね正直あんまり面白いとは思わなかったんですね。まあでも一応一作目を見たので、まあせっかくだからね二作目も一応見とこうかなとは思います。まあ、そんなに言うほどねファン、なんか MCU は結構ムラがあるからね、面白い作品とそうでない作品結構ムラがあるんですよね。で、意外な作品が面白くて、面白そうな作品が意外にそうでもなかったってこと結構あるので、ただね、お金をかけて作られているから、映像的な迫力はあると思うので、まあ、IMAX とかで見た方がいいのかな、どうしようかなと思ってます。はい。まあ、この手の映画はね、IMAX で見るのがおすすめなんでしょうね。他はどうですか？あ、これも気になりますね。土を喰らう12ヶ月っていうことで、沢田研二と松たか子さんがですね、恋人役というね、なんかご飯が美味しそうな映画で、こちらも結構ね、話題にはなってますよね。はい。あんこさん、いいな。試写会いっぱい呼ばれていいな。フィルマークス評価はまだ言うほど出てないですね。まあでも4とか。うん。まあ、なんかちょっと日本映画らしい日本映画って感じですね。さあ今週はね見たい映画いっぱいあるんだよな。さようならこんばんは、はあ、これはどうなんですかね。でもフィルマークス評価はそうでもないな。あとこれも気になりますよね、瀬戸内寂聴さんのね、あちらにいる鬼ということで、はい、寺島しのぶさんがね髪の毛剃っちゃったんですかね、すごいな。あとは何かありますか？あ、これが見たいですね。奈落のマイホーム。これ韓国の映画ですね。ディザスタームービーらしいですよ。まあ、韓国はこういう映画撮らせたら、ほんとすごいですからね。意外に、これはね、個人的には多分面白いんじゃないかと思ってますよ。これもね、まあ見に行く予定です。あ、なんか喉がイガイガする。あとはどうですか？今んとここれぐらいか。まあ、今んとここれぐらいですかね。ステラ。こちらも韓国映画ですね。でもそんなに評価高くないか。これ何か続編ですかね？ソウルミッション。
なんかやに少ないね。もうちょっとあったような気がするんだけど。結構ネットフリックスなんかもね、いろんな映画が配信されますね、11月は。ネットフリックスの映画も見てるとね、あとね、シネマート新宿で、まあ、いろんなホラーとかね、やるんですけど、これもそうなのかな。講師デス・ロワイヤルとか、ホラー映画ですね。事故物件、歪んだ家、これもシネマートですよね、これ。ノムコレだ。そうそうそう。ノムコレ。ノムコレ6っていう企画があるんですよ。その映画だと思うんですけど、なんか事故物件っていうタイトルつけるの最近多いけど流行ってますよね。紛らわしいんだよな。ああ、これもそうですね。ノムコレですかね、これも。ペルシャレッスン。ああ、これも面白そうだな。キノフィルムスか。これ都心でやらないパターンだな、これは。横浜とか立川の映画館でやるんですよね。なぜか新宿とか渋谷ではね、やらないんですよ。ホワイトデー、壊れた結界。ここら辺は全部ノムコレかな。気になりますね、この手のホラー映画は。これもノムコレですね、乱入。天安門事件が起きた激動の北京を舞台にゲイカップルのラブストーリーか。おお。ちょっと興味深いね。あ、これ個人的にこれ見たいんですよ。0.0MHz? 0MHz っていうの？日本でも小規模公開ながら話題を集めたコンジヤムの原案となったウェブコミックを映画化した韓国ホラー。超常現象を分析する大学のサークルメンバーは、周波数が 0MHz になると霊が現れるという仮説を証明するために、ある心霊スポットを訪れる。しかし、その夜から奇妙な現象が次々と起こり始める。へえ、これね、池袋のシネリーブルでしたっけ？そこでしかやらないんですよ。これも見たいんだけどな。見たらね、レビューします。あとね、井上真央さんの私のお母さんっていう映画ですね。これも気になるとこですよね。東京テアトルか。配給はね、テアトルでやるんだね、これもね。これ先日、昨日、おととい、テアトル新宿映画を見に行ってきたんですけど、予告かかってましたからね。これもちょっとね、若干、見たいかなって思いました。まあ、あとは、こんなとこかな。はい、まあ、こんなとこですね。はい。というわけで、毎週恒例のね、ミニシアターの興行収入ランキングも見てみましょうかということで、今週は1、2、3本ね、新作があるので、3本の新作をご紹介しましょうかね。まず1本目、桜色の風が吹くという作品なんですけど、世界で初めて盲ろう者の大学教授となった東京大学先端科学技術研センター教授、福島聡さんっていうのかな？サトシさんと母レイコさんの実話をもとに描いた人間ドラマということで、盲ろう者っていうのは、目が見えなくて、なおかつ耳が聞こえない方、もう完全にもう暗黒の世界ですよね。もうちょっとね、目が見えないだけでも大変、耳が聞こえないだけでも大変なのに、その2つが重なっちゃって、もうちょっとね、想像できないですよね。いかにしてね、こんな地獄みたいなね、人生を乗り越えていったのか、困難をね、乗り越えていったのかという、まあ、人生賛歌とも言える映画になるわけで、まあ、実話ですからね。ちょっと見たいけどな、重いな。今、サイレントって映画、ね、僕レビューしてます。考察動画とか、レビュー動画出していますけど、毎週ね。あれは、まあ、聴覚障害だけですから、目は見えますからね。
そこにもってこれ目が見えないですから、まあお母さんもね、お母様も本当に苦労されたというか、まあ心配だったでしょうね。よく乗り越えたっていうか、いやー、母親の力ってすごいなと思いますよ。で、まだ映画見たわけじゃないんですけどね。まあご本人もね、腐らずに、ねえ、東京大学先端科学技術研究センターの教授にまでなってるわけですからね。すごいなと思いますね。はい。そして、第2位がですね、パラレルマザーズということで、スペインの名将、ペドロ・アルモドバル監督が、オール・アバウト・マイ・マザー、ボルベル・キキョウなどの数々の作品でタッグを組んできたペネルペ・クルスを主演に迎え、同じ日に出産を迎えた2人の母親の物語を描いた人間ドラマということなんですけど、まあ、この2人がね、まあ、出産の病院で出会うわけですよ。で、お互い子供を産んでね、別れるわけなんですけど、頑張ってね、お互いいい家庭築こうねと別れるわけですけど、そこからちょっととんでもないことが起こるっていうね、お話なんですよ。で、これ僕ね、実はもう、見に行きました。はい。またね、近いうちに、近日中に、レビュー動画出すわけですけど、これはなかなかね、面白かったですね。グッとくる映画でしたね。いやいやいや、これぜひね、興味のある方は、ちょっとしたサスペンスになってますからね、よくできたヒューマンドラマだと思いますね。はい。ペネロペ・クルスね。これあれですよね、ペネロペ・クルスって、まあ、スペインの女優さんなんですけど、トム・クルーズの元カノですよね、確か。違ったっけ？まあね、今、年、何歳ぐらいなんだろう。もう結構いい年だと思うんですけど、僕とそんな変わんないか、と思うんですけどね。ああ、綺麗ですよ、この人、今でも。年取らないね。イザベル・アジアーニみたい、年取らない。本当に綺麗。ねえ。だからこれはね、本当にシナリオも優れているし、演技も優れているし、素晴らしい映画でしたね。これはね、皆さんにぜひね、おすすめしたいですね。このね、主人公を演じたペネロペ・クルスが、2021年第78回ベネチア国際映画祭で最優秀女優賞を受賞して、なおかつ2022年第94回アカデミー賞でも主演女優賞にノミネートされていたんですね。あ、そうか。あ、そういえばペネロペさん、ノミネートされてましたね。あー、そうなんだ。わかる。この映画、ノミネートされるのわかりますよ。うん、素晴らしい演技でしたね。はい。これはね、おすすめしたい。また近いうちにね、動画を上げたいと思いますということで。そしてもう一本新作ありますね。恋人はアンバーということで、こちらですね。1990年代、アイルランドの保守的な田舎を舞台に、期限限定で恋人のふりをすることになったゲイとレズビアンの高校生を描いた青春映画。あ、そうなんだ。これ面白そうだね。まあ、さっきもね、アイルランドが舞台の映画紹介しましたけど、こちらもアイルランドなんですね。アイルランドで同性愛が違法で亡くなってから2年後の1995年って、アイルランドは同性が禁止されていたんですね。同性愛者に対する差別や偏見が根強く残る田舎町で暮らす高校生エディは、自身がゲイであることを受け入れられずにいた。一方、エディのクラスメートであるアンバーは、レズビアンであることを隠して暮らしている。二人は卒業までの期間を平穏無事に過ごすため、周囲にセクシャリティを悟られないようカップルを装うことになりました。性格も趣味も正反対の二人だったが、時にぶつかり合いながらも悩みや夢を語り合ううちに、互いにかけがえのない存在となっていく。ああ、素晴らしい。これ、見たいかな。見ればよかったな。これ確か、東方系でやってますよね。東方シネマズとかで。なんか面白そうなね、人間ドラマですけどね。あ、もし機会があったらね、見たいなと思うけど、ちょっと今週見るべき映画たくさんあるんでね。はい。見に行きたいな、これもね。まあ、ゲイとね、レズビアンが、まあ、とりあえずこう、寄り添っていくみたいなね、恋人のふりをするっていう。まあ、なかなか複雑ですよね、こういう LGBT ものはね。ただ、アイルランドって国が同性愛が禁止されていたなんての知りませんでした。アイルランドね。
ったことがないし行くこともないんでしょうね、アイルランドなんて。まあイギリスにはね北アイルランドがありますけど、アイルランドが独立する際にね、全てが独立したわけじゃないんですよね。6州があるじゃないですか、なんとか州みたいな、6つの州がイギリスに残ったんですよね。で残りがアイルランドとして、まあ、独立していったってことなんですけども、はい、まあいろいろね複雑なんですよ。あそこイギリス周りのね、イギリス界隈のね歴史って本当に分かりにくいですよね。複雑すぎる、いろいろ起こりすぎ、はい。まあそんなわけでね、こちらも、ちょっと見たいなと思いましたということで、はい、皆さんいかがでしたかね。何本映画見ましたかね。まあ、特に恋人アンバーとね、見た方ちょっとぜひ感想をコメントに書いていただきたいです。はい、ちょっと気になってますこの映画はね。まあそんなわけでね、俺的映画速報、毎週こんな感じで皆さんに映画興行収入と絡めながらね、映画のトレンドについてお話をしていくコーナーとなっているわけですけど、もう190回ということで、もうすぐねもう200回が、見えてきましたということで、はい、まあ、今年中に200回はちょっと無理ですね。来年早々に200回に行くのかなということで、はい、以上ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さんバイバイ。